はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。月の精霊を探すために月明かりの都ミントスに上陸したところですね。でビーストキングダムが、ま、近くにはあるようなので、獣人たちが相手になるという感じですかね。一応この人に話を聞くと、この村の住人もみんな獣人じゃん。だが獣人王たちのように必ずしも人間を憎んでいない者たちがビーストキングダムには入らずにこうして平和に暮らしているということですね。まあ、夜になっても獣人化しないのはよくわかんない。自分の意思で獣人化したりするのかな。いや、そんなことないよね。ケビンはだってそれが制御できなくて、なんか友達の狼殺しちゃったもんね。よし、行きますか。月夜の森、黄金の女神像が見える。この森のどこかに月のマナストーンがあるはずだ。なんだか不気味な森ね。幽霊でも出そう。出るのは獣人だけでも十分よ。幽霊は出ないでほしいわ。幽霊、幽霊戦で経験してんのにね。この森にあるのか。でもってことはビーストキングダムはアルテナみたいに別に寄らないのかな。なんかマインドドレイン、マジックパワー減らされるのは結構勘弁してほしい。31レベル、今俺たち何レベルだったっけ。なんか30レベルとかそんな。あれ、まだいた。31レベル、シャルロットが30か。80円、これはどっちだ。一応こっち行ってみよう。ん、こっちも見えるけど、まあ、行けるわけではない。くぼみ、くぼみはなんかアイテムとかねあったりしそうだから、宝箱は回収していく。パックンチョコ、まあ、意外にこうやって手に入れてるアイテムも買わなくて済んでるからね。あ、獣人がいる。先手必勝、旋風剣、ウェアウルフ、スペクターを巻き込む。めっちゃ泣いてるけど、スペクター。強い、ほんと強いな。一撃が強い魔法は。で、宝箱、天使の聖杯、壺、アイテムの種、まんまるドロップ。こっちはアイテムゾーンだね。で、どっから来たっけ。お、水辺には行けるか。なんかやってる。いや、そんなに強くないな。でも砂漠が一番苦労したからね。ちゃんと当たらないところから攻めよう。強い、強いけどもうマジックパワーがない。幽霊になってんな。これ何、なんか光ってるけど。あ、別にただのオブジェクトというかそういう仕様か。ホタル的な感じかな。こいつは何、こいつ何やってる。荒ぶっていてる。お、技使ってきてる。てかもうアンジェラを毎回マジックパワー回復させた方がいいな。すげえテクがいっぱいいんだけど。あ、やばい、こいつら逃げよう。ダッキャ、闇の魔法だね。消え去れ。で、あ、シャルロットはレベルが上がってだけど、ちょっとアンジェラはまだレベルアップまで時間がかかりそうなんで。っていうか、ここに女神像があるんかい。で、女神像があるってことはちょっとイベントが起きそうだから、もう少し探索はしたい。こっちの方とか、ま、敵も倒していかないとね。結局は金が今は全くないから、全部の装備を整えられるだけ。マインドドライン欲しい。
よし、ウェアウルフさえ倒せば。だ、待って、結構動きがめんどくせえな。まだこっちにいる。ずっと夜なせいで暗くて戦いづらいな。視覚以外の感覚も使ってどこをどう来たんだ。敵の動きを察知してやるぜ。とりあえず先手必勝、扇風拳全員巻き込む。いや、一匹逃げてったか。 OK、 一掃完了。まあ、なんだかんだでアンジェラもそろそろレベル上がりそうだし、マジックパワー回復したし、俺は今どこにいるんだかよくわかんねえし、まあ、そこそこ広いはそこそこ広いね。宝箱、お、バイザードヘルム、ちょっと装備を確認していこう。まあ、デュランだよね多分。上がる、いいね。次の町とか行ったらこれ売ってんのかな。そうしてくれると助かる。あれ、また女神像があんな、そこに。ちょっと逆か、あのビーストキングダムに行こうかな。アルテナみたいに多分ビーストキングダムとは違う方向なんだな多分だけど。というか、あ、レベルアップした。回復ポイントがあるのに、完全に回復してんな。なんだ、あ、カールのお墓。そう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 、カールのお墓ってことはやっぱりビーストキングダムが近そうだね。で、向こうにちょっと宝箱が見えるから、これは回収しておこう。まん丸ドロップ2個。まあ、地形を覚えるために歩き回るのはいいと思うけど。ブラックファング、ブラックファングと一撃って、めちゃくちゃ集中攻撃になってる。こいつだ、やるな。もうめちゃくちゃ他の2人が魔法キャラだからな。あそこに回復用の壺がある。こいつを倒したら回復しよう。マインドドレイン行って、よし、回復回復。177って結構な回復量だよね。で、この先ビーストキングダム、人間お断り。書き方がなかなかいいな。あ、狼になってる。痛い。ちょっとご了承しすぎたな。大きい。かわいそうだ。鳴き声がかわいそうだな。ちょっと言ってもしょうがないとは思うけど、扇風券。範囲が広いのがいいね、扇風券は。まあ、対独占だったらね、1対1がいいんだろうけど。まあ、開かないよね。これそもそも多分開かないっていうか、こいついるし、回収だけしておこう。ちょ、待って待って待って、話せないサボテンくん。いやー、次のご褒美欲しいね。あと1回宝箱の数とか全然見てないからね。まあ、2周目とかね、やるときはもう完全に攻略情報とかを見つつやっていきたいですけど、1周目は特に前情報なしでやっていってるんで、まあ、結構だからいろいろイベントとかスルーしてるところがあると思うんですよね。特に街の人とかってアビリティくれたりするんですけど、多分そういうのだいぶ逃してると思う。で、こっち来て敵は倒してあるからほぼほぼいないなと思ったら復活してる。ダイヤミサイルだこれ。そういや、これなんか強そう。めっちゃ暴れてる。痛い。ディランはね、倒せば回復できるっていうのがやっぱりでかいよね。
った最初の女神像のところにおとなしく行けばよかったんだな。まあ回り道も必要だからこういうのは。急がば回れ。いって、なんか、あ、そっか、強攻撃だったのかな。ノープロブレム。敵がいる。女神像があったってことはなるべく技ポイントは残しておこう。一発じゃ倒せない。じゃあ食らってる。魔法唱えてるときに。でこっち来て、で水辺、まあ、ある程度離れると敵が復活するかな。時は止まらないからね、敵の技は。いつか時が止まる技を使ってくるやつがいいのかな。大ボスとかはなんかそんな感じだよね。排除撃いいな。あ、いや、勝ってる勝ってる勝ってる。シャンロット出番。さすが栄翔中はちょっと危険か、やはり。よし、ちょうどいい感じに技ポイントも溜まって回復していきますか。このアイテム回収して金。あ、ここはなんか月の神殿みたいな。月読みの塔。頂上を目指せばいいのかな。あれ？いる。アルテナ兵、やられてんじゃん。バカめ、この俺様にかなうはずがあるまい。さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。いや、鉢合わせるでしょこれ。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の同士様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の同士様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし。独り言の多いやつだな。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命戻る。嘘ついた。へっへー、バカ。そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。待てよ。今まで何してたんだこいつら。傍観してたのか。あんたたちや、一
人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。一応人なんだ。わあ、あんたヒースをさらったあのヘンテコ怪しい。ヒースをどこにやったんでっち。返してよバカ。なんですかこのガキは。はっはー、ウェンデルの新刊と一緒に行ったガキンチョか。思い出しましたよ。やつなら無事だよ。え、じゃあ、それどころか今や強大な暗黒の力を身につけ、闇の新刊落ちた聖者として我が主仮面の同士様に私と共にお仕えする身。さすが私が見込んだだけの実力の持ち主。ミラージュパレスではナンバー2の実力者。もちろんナンバー1はこの私ですがね。こいつめっちゃ語ってくれんな。そんなの嘘でち。嘘だー。うるさいね。お前もケビンと一緒に片付けてやら。待て、俺がやった。お前戻ってきたのか、わざわざ。森の中でケビンの姿を見かけて。あ、そういうことね。戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。その前にお前らから相手してやろう。ウォーミングアップにちょうどいい。どうぞご自由に。獣人か。なぜかアンジェラが真ん中にいる。最初はこれ。手合わせしてみたいと思っていたんだ。宿で逃げ仕込まれた恨みと一緒に決着をつけてやる。一応当たってんな。ジャンプ。あれちょっとそのまま使っちゃったけど当たってる。当たってるね。なんかなんとかの前使ってきたんだけど、かっこいい名前のやつ。なんとかさ、これちょっと逃げよう。今日遅かったか。アンジェラあれが下がってんな。こいつはあれかな、ニューセーバー。じゃあなせません。たまんのが早い。あ、膝ついてる。引き寄ってんな。ほい、はめて攻撃171。いや、めちゃくちゃタコ殴り合ってんだけど大丈夫か。弱点とかなんかだいぶ…ちょっと待って、逃げろ。シャルロット回復しろよ。お前今怒りに満ちてるか。ジャンプ。気をつけろって言われても無理やりご了承してんだけど。来た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 。待って、死んだか。いや待って、ゼロだぞこれ。とりあえず逃げよう。俺がおとりになる。逃げろ、シャロット頼む。ナイス。あ、もう取り戻ってる。待って、一応使っとこう。ピンク台風。お、これはためて、ほら、いや、もう使っちゃおう。溜まったら使う。ここもいける、ジャンプもいける。これはもうご了承。まだ逃げろ、これは逃げる。100溜まったらもうあれ行っちゃおうかな。行って、シャロット回復お願いします。
壺割ってねえな、そういえば。やべえな、逃げろ。ちょ、壺割って、シャロット早く、ナイス。これはもう終わりだ、呪文字切りで決めよう。はいはい、決まらない。よし、オッケー。ビルベンよりは楽だったな。レベルアップ、こいつ5000円ももらえるんだ。まあ、3対1だからね、言ってしまえば。ずるいよね。覚えてらっしゃい。ルガー、ケビン、俺はお前が憎かった。生まれながらにして獣人王の後継者として、格闘の奥義を教えられながら育てられたお前が。ルカ、俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。だが実際はこのざまさ。いや、3人相手によく戦ったよ。お前十分強い、獣神王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけよ。ルガー！で、そんな思い出あんの？ルガーに。あれ、もう来た。ルナ、あなた月の精霊ルナね。ええ。あなた方が来るのを待っていました。もちろん力をお貸しします。ルナの力を得た、早っ。ちょっと怖いね、こうやって見ると。ルナ、お願い、ルガーを助けて。彼の望みを叶えてあげることだけならなんとか。彼の消えかかる命を救うには、彼の言葉通りもう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊、ルガーか？そうよ。きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。そうか、ルガー坊や、おいら待ってる。いつまでも。何歳さ？え、こいつ一人で育っていくの？ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入っていって。獣人、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ獣人の常識。ルナ、マナストーンは？この上のすくよみの塔の1階にマナストーンはあります。
アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあまだ無事だったのね。でも今死を喰らう男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かな。後を追って入ってみようよ。じゃあオイラ、その間他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ。気をつけて。月属性ムーンセーバー、ヒットポイント吸収オフよって言ってもさ、さっきルが1とかだったよね。エナジーボールはクリティカル率アップ、ハーフバニッシュ、敵のヒットポイントを半分にする。ヒースをさらったヘンジポヤジ、絶対に許さないでっち。一応セーブしよう。入ったところにあるかな。女神像、ちょっと女神像のところへ行って少し育成しますか。新しく手に入ったんで力は特に変わってない、守りも変わってない。知性15、フレームセイバーまで。どうしようかな。なんか欲しいものが特にデュランはないな。置いとくか。アンジェラ、アンジェラは9しかないのか。アースクエイク、ダイヤミサイルまでギリ覚えてんのか。イビルゲート、こいついくつまで覚えてる。知性ポイント、知性ポイント0じゃん。エレメントコンボ、同属性の魔法を続けて使うたびにダメージアップ、結構良さそうだけどな。アイススマッシュ、メガスプラッシュ9か。ちょうどイビルゲートとアイススマッシュまで覚えられるね。で精神は特にで、エアブラストは覚えてるから、やっぱ属性が必要だよね。ファイアボールも覚えてるし、ダイヤミサイルもとりあえずあるから、ちょっと知性、結構アンジェラは広げていかないとダメだね、いろんなものに。知性5、知性5、ちょっと待って、どんだけ知性5手に入れたの。リミットブレイク、魔法ダメージ 5% か、ちょっと微妙だな。アイススマッシュ覚えて、ビルゲート覚えた。アビリティ装備するものある、今ので良くないか。あとちょっとシャルロットを見て、力と守り全く振ってないからね。で知性5、やっぱり精神だよね。こいつあれ使えないのか。ムーンセーバーとか使える人いないね。フレームセーバーまで完全に覚えてるから、ちょっと魔法要員にしたいので、まあいいか、とりあえず大丈夫だね。というわけで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はツクヨミの塔の中に入っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。